はい、どうもこんにちは。この動画ではアフターエフェクツを使って写真をパラパラとスライドするのと同時に、そこから次のシーンにつながるようにトランジションを作っていきます。今回のアクションステップはこちら。この動画の内容を真似していきながら、結婚式動画やちょっとしたオープニング映像として今回の内容を使ってみてはいかがでしょうか。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。まずはコンポジションを作成して、名前はフォトオープナーという風にしておきます。そしたら早速ここに背景用の写真をまずは挿入しておきます。写真素材は Pixabay などの無料素材サイトでダウンロードしたものですね。今回はこの木の質感の写真を使っていきます。そしたらこの上に写真を挿入していきましょう。今回は操作がしやすいように写真をいくつか挿入していきますが、これは映像クリップを使っても構いません。そしたらこのうち一つの写真を先ほどのクリップの上に配置しておいてから、この写真の大きさは適当にスケールのところで合わせておきます。さあ、そしたらこの写真を選択してプリコンポーズをしていきましょう。プリコンポーズの設定はこれで OK。 そして名前をフォト001という風にしておきます。これがテンプレートみたいなもので、ここの中身を入れ替えるだけで写真スライドを変えていくことができるようになります。そしたらこの状態でコンポジションを右クリックしておいてから、レイヤースタイルの中の線、ストロークを追加していきましょう。すると今作った写真の周りに赤い線が出現します。この色を白にしておきます。そして線のサイズをここで写真フレームっぽく上げていって太くしていきましょう。すると角の方は丸くなっておりますので、ポジション1のところをインサイド内側にして角を作っておきます。さあ、これでプリント写真は OK。 そしたらこの写真は木の上に乗っておりますので、またレイヤースタイルズのところからドロップシャドウを追加して影を作りましょう。ドロップシャドウを細かく調整していきたければ、ここのメニューを開くことによってうまい具合に調整することができます。さあ、これで写真1枚が完成です。それでは続いてはこの写真を動かすアニメーションを作っていきます。ということで、まずは1のところを開いておいてから、1のキーフレームをオンにしていきます。これが最終的に配置される位置です。そして次に回転のメニューも開いておいてから、ここもまたキーフレームをオンにします。 U を押して両方のキーフレームを表示してみましょう。そしたらまずは最初のところにインジゲーターを動かしておいてから、この位置を画面の外へと配置しておきます。右斜め上とかから入ってくるようにこの辺に配置しておきます。そしたら回転も同じく、最初は若干傾いた状態から最終的にこの位置に配置されるようにしていきますが、ひらりと落ちてきた時にちょっと傾けておくと自然かもしれません。さあ、すると右上から写真がスライドインしてくるアニメーションができましたが、これをもう少し滑らかに入るようにしていきましょう。ということで、速度を滑らかにするためにはキーフレームを選択しておいてから、キーフレーム補助へと進んでイーズインやイージーイーズを適用するといいですね。前半も同じくキーフレームの動きが滑らかになるようにキーフレーム補助から設定をしておきます。そして上のグラフのメニューを開くとグラフが出てきますが、ここで速度グラフを編集というのに設定すると、このようにキーフレームの速度のグラフが可視化されます。これでキーフレームを選択してハンドルバーを動かすことによって速度の動きに変化を加えることができます。ということで、回転と位置の両方のグラフを最初の方にスピーディーに動くようにそれぞれ設定しておきましょう。さあ、これで最初はスピーディーに入ってきて、滑らかに、そして緩やかに写真の動きが止まるようになります。自然に見えますね。そしてさらに動きに関しても、この画面に表示されている線のところでハンドルを動かすことで直線運動以外にも作ることができますので、これで動きを調整しておきましょう。さあ、これで動きは OK。 そしたらこの写真の動きが出来上がったら、続いて2枚目3枚目と写真を重ねていきましょうか。ということで、今ここにあるフォト001をコマンド D で複製をしておいて、この複製したフォト002のコンポジションの中を見てみます。すると1枚目に入れた写真がありますが、これをそのまま入れ替えてしまうと1枚目の写真も入れ替わってしまいます。
ということで、プロジェクトパネルの方にも移動しておいてから、ここからもフォト001を複製しておきます。すると、ここでもフォト002が出来上がります。そして、このフォト002の中からは写真を変更していくことができます。さあ、そうしたら写真を入れ替える方法です。タイムラインの写真とプロジェクトパネルの写真を両方選択しておいてから、コマンドオルトを押しながらスラッシュを押すことによって写真を入れ替えることができます。ということで、先ほどのフォトオープナーのコンポジションに戻って、上に配置しておいたフォト002も入れ替えていきましょう。ということで、このフォト002は遅れて登場しますので、レイヤーをずらしておいたところで、このフォト002のレイヤーとプロジェクトパネルのフォト002を選択しておいた状態で、またコマンドオルトスラッシュでコンポジションを入れ替えます。さあ、すると最初に作ったキーフレームアニメーションが失われることなく、写真の中だけを入れ替えることができます。どのくらいのタイミングで登場するかは、写真のズレを調整していきながらタイミングを見ていきます。オープニングの時などはスピーディーに写真をパラパラと見せていってもいいと思いますが、結婚式動画などのスライドショーを作りたい時は、この間隔を空けておいて写真を見る時間を確保するといいかと思います。今回はトランジションを作るということで、写真が入ってくるタイミングは素早く行いたいと思います。そして写真が入ってくるタイミングですが、このポイントをずらすことによって入ってくる始まりの点を変えることができますので、これで調整してみてください。最終的にキーフレームが終わるところで、どのように写真を表示させるかは、ここの数値などを動かしながら調整していきましょう。さあ、これで2枚目の写真がスライドして入ってくるアニメーションが出来上がりました。そしたら3枚目の写真も同じ作業をしていきます。この辺は全く同じ作業なので、若干飛ばしていきながら見ていきます。写真を入れ替えていってから、これも入りの位置と入った後の位置を調整していきましょう。これで3枚目の写真スライドアニメーションも出来上がりましたが、動きにインパクトをつけるためにも、モーションブラーのスイッチをオンにすることによって、写真がスライドされる際にブレが加わってスピードを演出することができます。ということで、残りの部分もちょいと早送りをしていきながら、同じように写真を入れ替えておきましょう。さあ、ということでこれで5枚目を作って、最後に6枚目も作っていきたいところですが、今回はこの6枚目のところにロゴを挿入してオープニングに使えるロゴアニメーションを作っていきます。ということで、今回はロゴが登場する映像をあらかじめ作っておいたので、これを6枚目の写真の中に挿入しておいてから、また同じくコンポジションを入れ替えていきます。そして写真がスライドされる位置とか回転のところで傾きとかは変えておきます。すると当然ですが、最後の一番上の位置に6枚目のロゴアニメーションがある写真スライドが配置されて、これでアニメーションが終了します。ということで、このロゴアニメーションの写真が登場したところで、この写真の中にカメラが入っていくようなアニメーションを作っていきたいと思います。ただ、今回はカメラを使わずに全てのレイヤーを拡大させていきます。ということで、まずは新規塗るオブジェクトを作成して一番上に配置しておきます。名前をズームインとしておきましょう。そしたら今まで作ってきたこれらの背景とフォト001から006までのピックウィップを引っ張っていって、このズームインのヌルオブジェクトにくっつけてあげます。こうすることで、このヌルオブジェクトに他のレイヤーが追随するようになります。ということで、ズームインのヌルオブジェクトですが、今回は S のスケールと P の位置と R の回転をそれぞれキーフレームアニメーションのスイッチをオンにします。そして U でキーフレームを表示しておいてから、最後にロゴが表示され終わったところに移動しておいてから、写真に合わせてズームさせていきます。まず回転でマイナス3傾いておりますので、塗るオブジェクトはプラス3傾けていきます。そしたら続いてはスケールのところで画面を拡大していって、ロゴへと寄っていきましょう。そして位置の数値も調整しつつ、いい感じで画面いっぱいにロゴが表示されたらこれで OK。 そうしたら、このカメラが寄っていく動きを滑らかにしていくためにも、キーフレームは後ろは Easy Easy、
そして手前のやつは Easy Ease Out をオンにしてあげます。さあ、これも速度グラフを開いてまた速度を調整していきます。今回は速度が最初はゆっくりで、最後の方でスピーディーにカメラが寄っていくような動きにしていきます。さあ、これでカメラが寄っていって、最後にロゴが表示される全体の動きが出来上がりました。それではこれでスライド自体は完成です。では最後の仕上げとして淡いフィルムライトをチカチカさせるエフェクトを作っていきます。コマンド Y で新規平面を作成して名前をフラクタルライツという風にしておきます。そしてこの平面に対してエフェクト&プリセットからフラクタルノイズを適用しましょう。そしたらまずフラクタルのタイプですが、これをダイナミックプログレッシブにしておきます。すると膨らみのあるノイズができます。そしたら次にコントラストを上げて白と黒のコントラストをはっきりさせていきましょう。350くらいにしておきます。そしたら今度は明るさを下げていきながら白い部分の量を調整していきます。今回はこの白い部分がライトの部分になります。そしたら今度はトランスフォームを開いておいてからスケールの数値を上げていって、その白い部分が大きく映るようにこのように調整していきましょう。そしたらコンプレクシティのところで複雑度を1にしておきます。するとボケたライトのような感じができます。そしたらこのライトをうねうねと動かしていきます。ということでこのエボリューション、展開のところに対してオルトキーを押しながらクリックをしてエクスプレッションを追加できるようにします。ここにコードを記載することで自動で動きが加わります。今回はエクスプレッションのところをタイム ×150 という風に記載しておいて、1秒間に150数値が動くようにしていきます。すると微妙に白い部分がゆっくりと動くようになります。今回はこんなもんでいいでしょう。さあ、ということでそうしたらこの平面のレイヤーのモード設定をスクリーンに設定することで黒い部分が抜かれて白い部分だけが表示されます。あとはまたエフェクト&プリセットから色相彩度、ヒュー&サチュレーションを選んで平面に適用しておきます。そしてここの中のカラライズで色を追加することで白い部分の色を変えることができます。ここはあなたの気に入ったフィルムライトの色や明るさ、もしくはサイドを選んであげるといいかと思います。これで写真スライドの動きは完成です。さあ、ということで今回の動画は以上です。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ、いつか会える日を。